砂降りの夜だった。木の幹のまま家を捨て、上りの列車に飛び乗って、窓に頬をつけ泣いていた。そしてあんたのアパートに転がり込んで、春二つに一つの毛布にくるまれば、怖いくらいにあったかだった。どこへ行ったの、あんたはどこへ。三日三晩も泣いたけど、どこへ行ったの、あんたはどこへ。滑り込みたいに寂しいよ。あれは縁日の夜だった。洗いざらしのシャツを着て、おもちゃの指輪を左手に、子供みたいにはしゃいでた。そんな幸せおままごと数えてみても、春二つ今では一人の部屋の中、